な夏休み最初の月曜日となりましたが、気象庁は九州北部地方の梅雨明けを発表しました。子どもたちも大粒の汗を流す暑い一日となりました。暑い、楽しそう。さんさんと太陽が照りつける中、木陰で子どもたちが体を動かしています。朝からセミの大合唱。そんな中、福岡市中央区の公園に集まったのは地元の小学生たちです。ラジオ体操どうでしたか？楽しかった。体が気持ちよくなって頑張れそうな。何回出席目指します？もうほとんど全部。そんな中、日が昇るにつれて気温はぐんぐんと上がり、福岡県内14地点中10地点で35度を超える猛暑日になりました。暑いですね。暑いです。最近はもうずっと持ち歩くようにはしてます。もっと夏とか海で長い時間遊びたいけどすぐ帰ったりとか、涼める室内に行ったりとか、長く遊べないで外で。なんか暑さ対策として気をつけてることありますか？ドライシャンプーっていうやつをもうひたすら髪にして涼しくしてます。前髪とかあんま削れない。太宰府市では福岡県内で今年一番の暑さとなる 37.4 度を記録しました。熱中症疑いの症状で搬送されたのはこの夏最も多い50人。九州北部地方はこの先1週間高気圧に覆われて暑い日が続く見通しです。手元の温度計の気温は24度を回りました。涼しい室内で子どもたちが元気いっぱい遊んでいます。快適な室温の中、子どもたちの元気なはしゃぎ声が聞こえてくるのは暑さを気にせず遊べる屋内施設です。とはいえ子どもたちは巨大なトランポリンや遊具に大はしゃぎで汗かいてやん。楽しかった。楽しかった。やっぱり、厳しいかなと思う。助かります。涼しい、気持ちいい。こちらはビーチを再現。海に行かなくても砂遊びが楽しめます。ちょっとこの間遊園地行ったんですけど、やっぱちょっと暑すぎて、これからもっと暑くなっていくから、できるだけ室内ので遊べるようなところに連れて行くなら行こうかな。今年は海行くんですか？行きません。行かないの？今のとこまだ特に予定がないね。え、暑い日が続いてますから遊び方も影響しますよね。そうですね。室内で楽しむのもいいですよね、はい、そして室内で進んでいたのは人間だけじゃなく動物もということで、映像出ますかね。マークイズにあるこちらですね。フェルトが出てますけれども、動物と触れ合えるカフェだそうです。皆さんも屋内で楽しんでみてください。